せいじさん飲んでる？ありがとうございます。ロックって一口に言ってもいろいろあるわけで、その中にパンクやニューウェーブなんかがあるんだけどさ、ちょっとマニアックなものになるとシューゲーザーってのもあってね。シューゲーザーって何って思うじゃない？俺も思うわけなんだけど、シューゲーザーを語るときに必要なのは音楽の歴史っていうか、ロックの時代っていうかさ、イギリスでね、サイケデリックロックっていうのがあって、そこから始まるわけですよ。ノイジーなギターとポップなメロディー、それなの。俺なんかはやっぱマイブラのラブレスなんかに出会っちゃうわけで。でもさ、テクノやデスメタル、ネオワコ、ボサノバも時代っていうか俺には必要だったわけで。ありがとうございます。例えば上条敦の遠いも必要だったしさ。